チーム連絡、木下徹選手の入場です。さあ続きまして第9試合マスター6、はい、紫帯ヘビー級マスター6って何歳だろうか、56歳以上、もう60ぐらいの人ですね、まあ、その上がないんで56歳以上は全員マスター6と。全然56歳に見えないですけど、ね、そうですね、なんか56歳見えないですねってのも変な話ですけどまあでも若いっていうか、まあ、20代の僕からするとそんぐらいでも試合出られて考えてる方いるっていうのはすごい良いですね。大谷さんも励みになりますね。40年後とか30年後とかやってるかっていうね、やってるかもしれないですね、こうやって見ると。お、こちらの方はミューズ呪術アカデミーということで、橋本金也さんの、が指導する道場ですね。はい、なんかマスター6の足からの入場曲そこもかっこいい。さあ合唱して、あでもこういうのは決めてくる。さあいいですね、気合十分。チームレベトルキノシガミューズ呪術アカデミー勝美中山。さあ、お橋本さんセコンドつくのかな、セコンドつかない首を横に振ってますね一応ね、門下生のはずですね、呪術アカデミー。さあマスター6紫帯ヘビー級、確かにね、まあ、こういう年齢までできるっていうのがいいところでありますね、呪術の。そうですね、差し合い時間は5分。さあとはいえまあ、ね、紫帯ですから、お互いまあ十分な経験者。最近海に行った。さあテイクダウン、クー、キッター、ガブッター。さあこの辺はねヘビー級ならではのプレッシャー。さあこのまま、まあ、サイドバックを狙いたいのが、中山選手ですかね、さあサイドを狙いに行く、バックを取りたいか。そして、下亀の状態から、まあ、この状態とか、まあ、ガードにしたいという感じですかね。そうですね、はい、木下選手。さあ帯を引っ張って、回転を止めています。まあ、中山選手もガバッとバック狙ってもいいと思いますけど、帯だけだとそんなに動き止まらないと思うので。なるほど、さあ一気に、さあお帯切りましたね。さあ一気にバックを奪った。さあさあそしてサイド、整体したところを一気に胸を合わせてサイドを取る。サイド取って今アメリカーナ狙ってますね。そうですね、相手木下選手の右腕、今度君は狙ってます、ね、さあ腕を1本取れるか。まあ、でも今木下選手の手前の肘が内側入っているので、まあ、もしかしたら腕のタイあ、なるほど、出ちゃいましたね。今だいぶ中山選手がコントロールしていますね。木下選手、中山選手はもっと体重かけに行ってもいいと思います、ね。はい、さあ一本足を入れて、まあ、マウントを狙うのか。さあ頭の方にもプレッシャーをかけつつ、おが、これは
脇差してます。ディープハーフの方で返されてしまうのか。脇を刺して木下選手はどんどん起きていきたいですね、アンダーフックのサイドに、うん、でそれ嫌がってくるリアクションに対して左手で足作ったりとか、ここさあまたガブリの形です、はい、今のところポジションの展開はありますが両者ノーポイント。そうですね、さっきのが、ガブリに対してだったのでちょっとパスガードにならなかったのかもしれないですね、ガードと見なされずに。さあ上からガブってるのが中山選手、もう一回さっきみたいな後ろに回る動き、そうですね、中山選手には見せてほしいですね。さあ帯を掴んで一気に、お、一気に一気に、お、スクロールちょっと回ってスイッチですね、スイッチで2回作りに行きました、はい、一瞬惜しいところありましたがまたちょっと元に戻ってしまったと。そうですね、まあ、でも今その展開作れた時にちょっと無理して木下選手にはガード戻してほしかったですね。なるほど、腰気ができてた。そうですね、1回離れたところで、さあとはいえ中山選手もこれはガブっても話したくない、首狙ってるんですかね。お、一気に頭抜けます。さあお互い立ち上がった、そして引き込んだ、さあ今度はガードに入った。さあ、木下選手がガードを作って中山選手が入っている状態。さあ残り時間は、お、早くももう40秒ですね。さあノーポイント、ここからサドンです。ラペラつなぎに行く動きが見えましたね。なるほど、そうですね、ラペラ今、左で取ってますね。これをつないで、まあでもラスト20秒って考えて無理にアタック行って塚出るよりかはもうサドンですね、備えてっていう時間帯ですね。さあスパイダー引いてるのでパスはされないが、残り10秒。なかなか力の入る攻防ですがなかなか展開が作れずに、さあサドンです、ここから延長戦ですね。さあ息が上がっているのはやはり、防戦一方だった木下選手の方がやや息が上がっているか。中山選手結構スタミナに余裕ありそうな感じですね、表情とか見るとがぶられてる下ずっと続けるというのもなかなかしんどいですよね。そうですね、さあ延長戦、さあここからこの状態の試合が続くと思うとゾッとしますが地獄の時間、おっと一気に押した、さあテイクダウン、あ、またそしてバック、さあ正対して、さあこれはポイントにはならない、うん、さあパスワードにならないと思うので2オンザベリーとかでもう無理に得点作りに行っても良いと思います。さあワンポイント、ポイントを取りさえすれば、その時点で勝利が確定します。そうですね、さあ2オンかマウントか、さあサイドキープしたが一歩戻した、まあ、戻させてそれをパスしてでも良いと思います。うん、さあラペラを取って腕をフロックしたい。お、腕狙ってますね中山選手。中山選手が腕を狙って、お、これアームロックの体勢か。さあ足を抜いて、確かに足を抜いてパスもあり得ると。そうですね、上半身詰めて足抜きに行くのが僕は良いと思います。さあ足がハーフガードの足で抜けそうか、脇差してほしいですね。なるほど、お互い脇差した方が有利なので、うん、今木下選手が脇差しかけてるんですけども体がフラットなのでそうすると全然アンダーフックにテンションかけれない。なるほど、まあ、こういう対象はいいですね。今みたいにフラットでも、はい、中山選手の下に腰の方にどんどん体が入っていくと良いです、ね。なるほど、まあでも攻撃ってスイープ行くのもちょっと怖いっちゃ怖いですね、やっぱ、はい、その瞬間にパスガード行かれる可能性が結構あるので。さあもうどっちがスタミナ持つか感じです、ね、いや本当ですね、もう無限地獄、ね、まあ、木下選手の方が疲れる展開かなというふうには思いますね。
選手、まあ、そうですね、どうしても、まあ、精神的にもやや中山選手は有利なように見えますね。まだ焦ってない感じがしますね。さあ、そうですね、まあ、体勢としてはおラペラを引いて何か形を取った方がいいですね。そうですね、まあ、じりじりっていう意味ではラペラつないだりとか、うん、まあでもそれかちょっとスタミナと相談しても思い切って一気に近場近かっていったらあれですけど、まあ行ける時に行くと、そうですね、一発に結構集中していった方がいいかもしれないです。さあ体をまたいで、さあ腕を取りに行けるか。しかしまあラペラを掴んでいる、ね、このこういったアンダーフックある状態で、中山選手が足抜いても、うん、木下選手も起きてまたディフェンスしてくるかもしれないので、おっとおっとディファー入りましたね。いいですね。おっとバック、そして一気にちょっと中山選手一気にスタミナ切れか。おっとバック取った、取った、まさかの唐突に決まりましたね。いやいやいや、やっぱ体力の限界があったか。まさにね、くるみさん言ってたように、もう体力勝負、残りはね、残すところは体力勝負という感じでしたが、結構長かったですもんね。いや本当に、いやでもね、こういうところで結局ね、心が折れてしまうというのはあるかもしれないですね。いや、もう耐えに耐えて逆転と言っていいでしょう。いや、なかなかしんどい試合。いいですね。あ、いいですよ、お願いします。ありがとうございます。さあ、メダルガールに照れる木下選手、いいですね。照れてますね。はい、こちら放送席です。木下選手、勝利おめでとうございました。ありがとうございます。結構もう体力に、厳しいスタミナ勝負なところはあると思いますが、どういう気持ちでやられてましたか。いや、中山選手はこれをレスリングに回るような力強いパワーファイターと聞いておりましたね。まあ、もうできることは何でしょうと思って、最後まで諦めて戦いました。はい、最後まで、その時結構防戦っぽかったような展開なんですか。そうですね、最近ポイント入って負けたなと思ったんですけど、サドンデスになったんで、もうここは何でしょうと思って回りました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、結構ね、力の入る試合でしたが、見事勝ちました木下選手、第9試合でした。